皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の19日、午前10時24分、先ほど、東海大相模さんと、関東第一高校、関東第一という名称でよかったんですかね、まあ、胸のところの、あの刺繍を見ると関東一って書かれてましたので、正式名称が、合ってたかどうかということで、まあ、今こういうふうなコメントの仕方になってるんですが、2回ぐらいから、テレビの放送を見させていただきました。ホームページは YK スクールに記載している通り、もう今後、もう今日の試合から中立という立場で、テレビにさせていただいてます。で、そのアドバイス的なことは両チームの選手の人たちに言っています。それはあの野球の仕方のところですね、まあ、その辺のところで の, あの向上、そういったところが目的で、こういう場面ではこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよっていうのを、まあ、お伝えしていました。まあ、あの今日の試合展開なんですが、両チームともあの素晴らしい守備で、すごく的確な守備で難しいバウンドも、あっさりと取って、ファーストの、キャッチしやすいところに送球ができていると。で、特にあの取ってからが非常に素早かったと。で、目を見張る、試合でした。で、まあちょっとあの、まあ、両チームのピッチャーの方が両方とも変化球主体で試合をされていたと思うんです。で、例えば、東海大相模の選手の方向性から言わせていただきますと、まあ、ホームランを打たれって言いましたけども、その要因ってストレートの数がちょっと少なすぎたんですよ。あの変化球が、まあ、面白いように、決まっていて、相手バッターも振っていてと、まあ、そういう状況があったから変化球を、対応していた。特にあの内角、左バッターの内角に、変化球をたくさん投げ込んでたんですけども、あそこで欲しいのは外角への外角低めへのストレートなんですよ。威力のある、でそこをズバッと決めれたらだいぶ変わってきますし、今度外を意識したら、内角低めの、ストレートだったり、それまで内角に投げ込んでいた変化球っていうものがさらに生きてくるんですよ。で、一番怖いのは変化球って基本的に緩いボールですから、捉えられた時やっぱり飛ぶんですよ。だから、まああのあれだけ変化球主体になってしまうと、狙われた時があの危ない。あのボール球になる変化球はいくらバット振りに来られても、それはもうホームランにはまずなりません。で、危ないのは、あの例えば対左打者の時の変化球で、まあ、やや高めから、まあ、そのままの軌道だとデッドボールになりそうなボールなんですけども、曲がってきて、ストライクゾーンに入ってくるっていうボールなんですよ。で、そこを、バッターの人が怖がらずに、しっかりと踏み込んで、芯で捉えられてしまった場合、これは特にあの体格のいい打者の方の場合は、ホームランにできる確率っていうのは、これはもう飛躍的に高まります。ですので、まあ、もうちょっとあのストレートは欲しかったと。まあ、これから先、まあ、大学とか進んでプロを目指されるんであれば、磨くのは早いストレートですね。で、それが、外角低め、内角低めに、しっかりと投げ込めるようになると。で、あとはそのストレートがあったら、真ん中高めのボール球にストレートを投げ込んで、釣り球にも使えるんですよ。そうすることによってストライクゾーンの四隅の幅を広げれますから、あれだけ守備陣が硬かったら、まあ大体の試合、まあ、同じ高校生が相手だとか大学生が相手だと、まあ、大体0点で抑えれます。そこまでできたらですよ。で、そのレベルまで到達できたらドラフト会議にかかります。プロへの道が開かれます。まあ、その辺のところで、まあ、良かれ悪かれがあるんですけども、変化球主体で、まあ、
東海大相模 の先発の方は、投げられてましたから、後に出てきた、ピッチャーの方が、ストレートが速かったら、やっぱりそのストレートってもう有効、すごく有効化されるんですよ。ゲインに打たれてませんでしたし、それなぜかっていうと、相手バッターからしたら、まあ打席、まあ大体3巡ぐらい回ってきてるわけじゃないですか。で、変化球主体でバット振りに行ってるから、緩いボールにもその試合の時に目が慣れてしまってるんですよ。で、その状態で速いボールを投げられると、もうついてこれないんですよ。大体振り遅れます。もうこれはプロの世界も全く同じで、だから中継ぎ抑え、特に抑えのところなんかは、昔の阪神タイガースで言うと、藤川球児投手、火の玉ストレートと言われるような、ストレートに威力あるピッチャーを、抑えに起用すると。かたや先発陣は、まあ、下柳選手だとか、ああいうふうな、ストレートの球速はあんまり速くないんですけども、技巧派で、変化球主体の、ピッチングで、やりくりすると。だからその分、抑えの人の、ストレートもすごく生きてくるんですよ。これはもう逆で相手チームの方も、関東第一高校の方も、まあちょっと名称はっきり分かりませんけども、今回は関東第一高校と言わせていただきます。ストレートは非常に速かったですね。148キロを継続したり、まあ全力で、魂込めて、投げられてたんだと思うんですけども、左打者の、内角のボールですね、151キロを計測していました。あそこまで速いと、特に関東第一高校の方も落ちる変化球だとか変化球主体で組み立てましたから、ああいうふうな速いピッチャーが出てこられた時って対処が難しいんですよ。で、この時にどう対処するかっていうと、バットを短く持ってたんですよ。で、もう単打狙いでいいんですよ。で、まあ、セカンドまで1点差で、ランナー9回、セカンドまでランナー進めれてましたから、そこはバット短く持って、単打狙いだったりだとか、あとはまあ途中で東海大相模の監督さんの方に僕の心の声でお伝えしてたんですけども、バスター、バント、盗塁、これでセカンドまでランナー進めるしかないと。まあまあバスターに関してはランナーセカンドまで行った時に有効化されてくるんですけども、それまでにバントとかを教えるからこそバスターが生きてくると。バントの構えをしてるだけで、相手の野手陣は前に突っ込んでくると。そしたらヒットゾーンが極端に広がるんですよ。だからそこは、あとは打つ方は、速いピッチャー相手ですから、バットを短く持って、で、特に速いボールの時って、バットがボールの下を叩いてしまうことがあるから、そこを気をつけて、しっかりとライナー性の打球を打つと。で、そんなに強い打球じゃなくていいんですよ。強すぎたら強すぎたで、例えばレフト真正面、ライト真正面、センター真正面だとか、そういう風な形になってしまいますので、基本的に相手の守備体系を見て、一番空いてるところ、そこを狙って打ち込むと。で、そのバスターのいいところは、相手の内野手が、突っ込んできてこう前進しますから、後ろが開くっていうことは、死んで捉えられなかったとしても、とりあえずライナー性の当たりのような形でのなぜフレを打ち上げなかったら、とりあえず内野手の頭を越えてくれるんですよ、詰まっていても。だから簡単にヒットを打てますし、むしろその詰まり具合がちょうどいいんですよ。セカンドからホームに簡単に帰ってこれるんですよ。外野手がその詰まったボールの場合はもう急いで前にダッシュして、ボール拾いに行かなきゃならないくなりますから、もうその状態って間に合わないんですよ。バックホームしても。だから、そういうふうな、工夫っていうものを混ぜなかったら、途中までのイニングでヒットの数が
2本1本だったと思うんですよ。で、守備も両選手すごく硬くて、まあ、ピッチャーの出来も、まあ、悪くはない、非常に、制球力があると、まあ、そういう試合はもうあのバスターだとか、バントだとか盗塁っていうものを織り交ぜて、なんとか、1点もぎ取ると、まあ、そういうふうな試合をしなかったら、まあ、なかなか点は入りづらいです。まあ、その辺のところでお伝えしていました。でもその辺のところは相手選手に聞こえていても別にいいんですよ。だからそのバントの構えをしていてバントするからこそ相手選手はもう突っ込まざるを得なくなるから、次はバスターがすごく有効化されると。だからもう聞こえていてもどうでもいいんですよ。もうあとはもうその各選手は選球眼をしっかりしていて、ボール球に手を出さない、であとはどう対処していくかのところを、まあ、私の方で伝えて、あとはまあそれがしっかりとできるかどうか、まあ、そこをですね、もう試合展開自体が、まあ、もう両方どういうふうな守備をしていて、でどれぐらいキビキビ動けていて、でまあ、ヒットの数が両チームどれぐらい出てるかっていうのを見ただけでもう分かってしまうんですよ。フォアボールもなかなかないですし、相手ピッチャー、両チームどちらの方も制球力良かったですから、フォアボールなかなかなかったと思うんですよ。だからもうそうなってきたら、もう盗塁、バスター、バント、このあたりをしっかりと対応して、得点するしか、もう突破法はないんですよ、それしか。だからまあそのあたりですね。まあ、小松大谷さんの試合、まあもう今は負けてしまいましたけども、そこは伝えてましたから、負けたその智弁学園さんとの試合なんですけども、バスター、2回決まってます。バスターって非常に有効なんですよ。で、基本的にバスターって内野手の頭さえ越えてくれたらいいっていう、その、単打狙い の、 ヒッティングですから、まあ、それで野手の方が強いライナーが飛んできてこう怪我をするようなことはまずないですから、どちらかというと、まあ、あんまり速くない打球が飛ぶわけですから。ただ大谷翔平選手は別ですよ。彼にはちょっともうバスターやめとこうっていうことを言ってるんですよ。っていうのはやっぱり搭載している筋力量がものすごいですから、彼は、昨年打球速度が190キロ超えを2回継続してるんですよ。ものすごく速いんですよ。で、そうなってきたら、本当にこれ、守ってる人もプロですけども、やっぱり人間ですから、その、バッサーの場合、前進守備で突っ込んでくるわけじゃないですか。で、そこで、そのしっかり、振るような振り方で、もし、死んで捉えたときに、ライナー性の打球が野手の方に行ってしまった場合、これはもう大怪我させてしまう可能性どころか死者が出てもおかしくないということで、翔平にはもうちょっとバスターやめとこうと、まあセーフティーバントとかそういったものはしていいから、バスターをするのはやめとこうっていうのをこれはもうお伝えします。まあ大リーグの方たちにもそれは伝えてるんですよ。だから基本的に守られてるとき、皆さん、ベースよりも、まあ、例えばサードの方だったら、2メートルか3メートルぐらい後ろのところを守っていたりだとか、だからすごく深い位置を守られています。まあ、それはもう安全面を考慮してですね。だから今日の一戦、まあ、今日の一戦もどちらが、その試合を勝っても、どちらが試合を勝利してもおかしくない試合ではあったんですけども、やっぱりそこは変化球の対応の怖いところなんですよ。捉えられたらやっぱり飛びますから、もうちょっとストレートが欲しかったと。まあ、かといって8イニング投げて1失点でしたから、1失点か2失点だったと思うんですよ。
ピッチャーの角を攻めれるかっていうとそういうわけでもないですし、だからもう野球の勝ち方として、まあ東海大相模高校の方たちの立場からしたら、先ほど言ったような試合の仕方、そしてそれはこれから先の、関東第一高校の方たちにも当てはまってくる可能性があります。やっぱり今日の試合も見ていて、両チームの選手の方たち、まずなかなか笑わない、気が引き締まってる、やっぱり守備もすごくキビキビ動いてます。取ってからが非常に素早い。まあ、そういうところですね、まあ、関東第一高校の皆さんは次の試合をされるときに、まあ、同じような試合展開があったときになかなかヒットが出ないと、フォアボールもなかなかないと、まあ、そういうときにどういうふうに得点をするかっていったら、やっぱり盗塁だったりだとかバントだったりだとか、とにかくセカンドまでランナー進める、まあ、そこから先はやっぱりバスターって効果ありますよ。ヒットゾーン全然違ってきますから、普段普通に野手に裁かれるような打球がヒットに変わってしまうわけですから、まあ、まあそういうふうなところ、まあ、他校の皆さんも聞かれてる方たちとかいらっしゃったら、まあメモしていただいて、まあノートの作り方として、その僕から の動画とかを拝見してもらったときに、ディフェンス面のところとオフェンス面のところを、まあノート一冊のまあ半々で分けて、ちょうど真ん中ぐらいで、まあ最初の方、ディフェンス面だとか、まあ後編のところに、オフェンス面とかを書いておいて、まあ試合中にいつでもノート開けやすいようにしておいて、まあ、こういうケースどういうふうに対処するべきだったかなっていうところを見ていただいたら、まあ早め早めにその試合が対処できますので、特に今日の試合頭の中は私はしていません。両チームの方たちに僕はしてることは、何もう今日からの試合はもう完全に中立の立場なんですよ。で、その両、まあ、各高校の皆さんが、どういうような野球をするかなというところを、まあ、どちらかというと、こう、観客に近いような立場で、拝見させていただいて、それプラス、まあ、高校野球の、まあ、レベルの向上、まあ、技術の向上、まあ、そういうふうな、ところでアドバイスさせていただきました。これはもう分け隔てなく両方のチームに、まあ、僕が気づいたところを、お伝えして、まあ、そういったものを身につけられたら、まあ、これから先も他の高校の方の試合を見たときに、まあ、僕はアドバイスを心の声で送ると思います。で、それをしたときに、その先ですね、プロ行かれる方、大学に行かれる方、野球部に入られる方が、そのアドバイスの内容がきっと生きてくると思うんです。まあ、そういうふうなところで、まあ、アドバイスさせていただきました。だから、まあ、試合の勝ち負けについて、まあ、どちらかを勝たせようとか、そういう気持ちはもう一切ありませんでした。まあ、あとは、その、監督さんも今後どういうふうなチームを作るか、まあ昨日も述べさせていただきましたけども、まあそういうふうなチームの作り方で、合ってると思います。あとは甲子園でのホームランの打ち方って、今日の試合のように、東海大相模さんと、関東第一高校、関東第一高校の方がホームランを打たれてましたけども、ああいうふうに、変化球を対応して、来られてきたときに、ストライクゾーンに入ってきた変化球、特に真ん中付近、そこそこあったんですよ、今日の試合実は。で、ただ、その真ん中に入ってくる変化球が、球筋が、特に左バッターの方に関しては、そのまま来たらデッドボールになるようなボールに見える
ボールの、真ん中付近のボールだからやっぱり打ち上げていたと。だからまあその辺のところはプロの選手との違いで、プロのバッターの方たちはそういう風なボールに慣れてる方たちが多いですから、そこを踏み込んできます。で、その時に曲がらないでデッドボールになりそうな時は、まあ、慌てて、まあ、避けに行くと、まあ、だけどももうそこまで踏み込むと、まあ、当たる時は当たってしまうんですけども、まあ、それで当たったら当たったで、まあ、元々が変化球ですから骨折とかはまずありません。だからまあバッターからしたら、まあ、チーム全体として物事を見ると、まあ、ラッキーと、まあ、こういうふうな形になってくるんですよ。だからプロの世界ではああいうふうなボールって方法踏み込んでこられます。だからまあそれをどう防いでいくかっていうことで、先ほどまあ東海大相模の選手もそうなんですけども、まあ、ちょっと変化球は極端に多かったですから、ストレート外角低めだとか内角低めに、決めれるようになったら、これはもうもっと相手バッター打ちにくくなるんですよ。基本的に内角を攻め込んでくる変化球が多かったですから、あれだけ3球も、内角に変化球を投げ込んで、しかも、カウントも優位であると。ワンストライク、ワンボール、ツーストライクだとか。もうそういう場面に外角低めに全力投球でズドンと1球。これもし決まったら、やっぱりその次の打者も外角を意識しますし、そしてまた内角の変化球が、効いてきますし、そこで外角のストレートが外れてもまだカウント的に、2-2 になるわけですから、まだ内角低めにストレートを投げ込めるんですよ。もうそれだけ最初に変化球を3球も投げられていたら、なかなかストレートに対応しにくくなってきます。で、なぜそこで、内角低めに、ストレートがいるかっていうと、その変化球自体は悪くはないんですよ。ストライクが取れたりだとか空振り取れたりしますから、まあ、変化球については、まあ、対応したくなるぐらい、いい球であったと。だけどもそこで、内角低めにも、外角低めにストレート投げた後ですよ、低め投げて、でそれをもし打ち取れなかったとしても、その制球力のある空振りも取れたり、ストライクゾーンに、まず、投げ込めると。そういう変化球を持ってるから、3ボール2ストライクになっても自分も安心して迷いなく投げ込むことができますし、やっぱりそういう時って打ち取りやすいんですよね。だからそのためにももう少し、ストレートを、使った方が良かったなと。まあこういうことです。まあプロ入ってからも同じですよ。関東第一高校のピッチャーの方が対応されていた低めに落ちる変化球だとか、あとはまあ外角の、チェンジアップをうまく使用されてましたけども、ストライクゾーンに入ってくるコーナーいっぱいギリギリの外角のチェンジアップと、ボール1個分2個分ほど外に外すチェンジアップ、まあ そちらの方でうまく空振りを取って、まあ投げ込まれてましたと。だまあ何度か東海大相模の選手にその心の声で送ってたんですけども、まあ、外のボール1個分2個分外れる、チェンジアップ、そこはもう絶対バット止めなきゃダメですよっていう、まあ、プロ入ってからも同じなんですけども、それ振ってしまう人は絶対もう高い打率残せませんし、まあレギュラーを取るのはまあ難しい。まあ最初のうちはドラフト会議で例えば高い順位1位2位とかそういうふうな高い順位でドラフト会議で入団させてもらえると、まあ結構1軍で試合
出させてもらいますと。ただそれそういうボールをいつまでたっても対処できないのであれば、やっぱりあのファームに降格されますし、そういうボールをきちっと対処できるようになるまでちょっと一軍の、選手として扱うのは無理ですよと、まあ、こういうふうな、形になってますので、これはもう全ての高校球児の方たちに当てはまりますし、これからプロを目指される方たち全ての方たちに当てはまりますので、まあその辺のところをしっかりと練習していただいたり、もう簡単ですよ、今日の試合を見させていただいて、もう明らかに相手ピッチャーがそれで三振取りに来てますから、もうボール緩かったらバット止めたらいいんですよ。もうそれ方法を自分たちのアカウント有利にできますから、ボール球が先行して、だからそうなってきたら相手ピッチャーはストライクが欲しくて、まあフォアボールをいくつか出してしまうと、どうしてもカウントが悪くなるとボールを置きに来てしまうんですよ。ストライクが欲しくて、そこを狙い打つんですよ。これが良いピッチャーの、まあ崩し方と言いましょうか、マウンドから引きずり下ろす方法。だからまあそこまでできるかどうかなんですよね。そこまでできたらその試合は方法は、勝てるんですが、あとは試合最後はね、気を抜かないで、まあ、残り、あんまり試合ありませんけども、皆さんそういうところ、意識していただいて良い試合していただけたらなと思います。まあ、今日の試合でも12分にすごくいい試合でした。両者ともすごく素晴らしい収入をされていて、ということで、東海大相模の皆さんと関東第一高校の皆さん、お疲れ様でした。今後とも、ハイレベルな、野球をできる高校として、監督さんが、チーム作り、されることを願って、メッセージ送らせていただきました。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。